い、皆さんこんにちは。今じゃ実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、ちょっと私の、ね、あの古くからの友人からリクエストがありました。テレワークの生産性向上を考える、こんなテーマでお話をしたいと思います。まず自己紹介です。株式会社イマージョン組織開発のコンサルタント会社を経営して、私自身も現役のコンサルタントです。千葉商科大学の大学院客員教授として経営学を教えています。人を大切にする経営学会常任理事務局長として取りまとめを行っています。じゃあですね、これはもういろんなところでですね、発表されてますので、一応確認ですね。まあ、大体想像通りだと思いますけども、東京商工会議所の調査です。最初がですね3月に調査をして、その後5月2ヶ月後に調査をしてるんですけども、まあ、かなりですね、もうテレワークが増えたということ、これまあ当然ですね、コロナで一気に進んだと、こういうふうに見ていいと思います。そしてですね、まあ従業員の規模においては、規模が大きくなればなるほど実質は高いと、まあ大体これもね予想できると思います。まあ、丸の内のあたり歩いていましてもね、本当に昔と比べたら人が少ないななんて感じます。そしてテレワークの実質、これ業種別なんですけども、これ見てみますとね、やっぱり小売業、これちょっとね、あんまり実質が少ないですね。これは仕方がないと思いますね。仕事の性質上、こうなると思います。で、もう一つ、もう少しね、細かいデータなんかもあります。これはですね、パーソルさんとかリクルートさんですか。こちらがもう少し細かいデータを出してますけども、これまあ3ヶ月推移ですね。こちらは 86%。やっぱり最初の頃はね、コロナ始まった頃ってやっぱり多かったんですけども、少しずつ 70% ぐらいに落ち着いている、こんなデータになっています。さらにですね、職種別になりますと、まあ、当然ですけども情報通信 IT 関係だとかね、それから学校関係、こちらに関しては私もね、オンラインの授業はほとんどでしたけども、特にこの授業はね、ほとんどでしたけども、こういう実施情報です。そして職種別に関してはどうかっていうことなんですけども、まあ、コンサルタントとかね、それからウェブ経営企画、もちろんね、集まったら集まっただけのメリットもあるんでしょうけども、まあ別に在宅でも十分できるんですね。それに対して今ね、介護の現場も大変ですけども、介護、それから利用店ドライバー、これもね、家でできようがない仕事なんで、どうやってこのドライバーの人とか算定さんなのかちょっとよくわからないんですけども、こんな実施状況、これはもうお仕事の性質上やめないなと思ってます。じゃあですね、テレワークの生産性についてどうかということなんですね。やってみていろいろ経験してね、皆さんも感じるところあると思いますけども、これはね、調査、在宅で生産性が下がるっていうね理由について、勤務環境が整ってない 68%、 集中しづらい、同僚からの協力が得られないと、まあいろんなね、こんなことで下がったっていうのが倍あるんですよ。下がったというのは場合あるんです。まあこれはね、やっぱり後ほど私なりの見解言いますけども、まあ私もちょっとやっぱり久しぶりにコロナが落ち着いて出てきてみると、あ、こんなに早く仕事進むのかとかね、コンサルの現場で今までずっとねオンラインでやってたところにお伺いすると、あ、一日でこんなに進むのかっていうのをやっぱり実感した面もあるんで、これもね私も分からないでもないなと、こんなふうに思ってます。そしてもう少しね、下がった理由について掘り下げて調査されてます。これはですね、はい、以前よりコミュニケーションが取りにくいといったことが、まあ、55%、 これはねアメリカなんかはそうでもないんですね、とか以前で変わらないとかね、っていうことですね。まあ、以前と変わらないともありますけど、まあ、取りにくくなったって方も日本の場合まだまだ多いということですね。じゃあなんで変わったこともありますけどね、まずね、テレワークでの、まあ、懸念についてちょっと確認してみたいと思います。こんなことは、まあ、大体ね皆さん想像つくんじゃないですか。自宅にいるとサボってしまうのではないかっていうね、まあこれもね、まあ、ただね逆にね、まあ、本当にそうかなっていう問い直してみると、オフィスでも一緒にね働いてても雑音ばかりというケースもありますから、まあ、一概にそうでもないんじゃないかなというふうに思います。でテレワークでねアウトプットが出ないとすぐ分かってしまいますから、そういう意味ではね、ひょっとしたら、まあ、家でねやってる方が逆にサボるんじゃなくて忙しくなっている方も多いんじゃないかなと思います。そしてメンタル疾患が増える、こんなことはねこれオムランさんが調査してるんですね。はい、
これ男性はねやっぱりね、精神的なストレスが高いんですね、ちょっと理由まではねちょっと分かりませんけど、それに女性はね、まあ、もちろん精神的なストレスも高いんですけども肩こり、これちょっと私も男性なんでね、ちょっとよく分からないんですけども、まあ、こんな結果になってます。じゃあ問い直しは何かっていうとね、ただこんな面もいい面もあるっていうことで、気が合わない人と合わなくて済むと、まあ、どうしてもね、人間合う合わないありますから、となるとハラスメントが起きにくいと、こんなこともあります。これ何が言いたいかっていうと、まあどちらかというとマイナス面だけじゃなくてプラス面もあるんじゃないかということで、お伝えをしています。そしてセキュリティが心配、これもそうですよね。パソコンを持って帰ったりなんかしますとね、まあ、禁止されているところもありますけども、どうしてもですね、今回特に緊急でしたから準備ができてないって場合、このテレセキュリティの確保に関してやっぱ不安を持っているところが非常に多いんですね、まあ、これちょっとね、まあ、今回の、ね、生産性とも直接はね関係ないんでこのくらいにしたいと思います。じゃあですね、もう少し掘り下げてテレワークのコミュニケーションの課題、15の課題と対策についてちょっと考えてみたいと思います。例えばリアルな現場でね、職場でいるますとちょっとした雑談ができるんですけども、まあテレワークで雑談ってわけにいきませんよね。家にいると奥様もいらっしゃる、あるいは旦那さんもいらっしゃる、お子さんもいらっしゃるかもしれない、で同僚はいないわけですから雑談できないんですよね。じゃあ対策としてどうしたらいいかってことなんですけど、これはねやっぱり機械作る必要があると思います。だから機械作らないと、意図的に作らないとね、朝と夕方ぐらいだけではちょっとねやっぱり雑談とまでいかないと思います。それから、私も例これ経験しました。過密気味にねどん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 入れられちゃうんですよ、移動がないと。朝の夜夜あと夕方 の移動、それからお客さんの行く移動、そういうのないとどん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 ねスケジュールが過密になっちゃって、かえって、ね、仕事増えたって感じもあります。それからお互い分かり合えるような情報交換をするってことは、私これね、ポイントだと思います。いい機会だと思います。実はねこれ行動科学の話なんですけど、人間関係がだん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 深まっていくっていうね、この過程を表したものなんですけども、 A さんと B さんがいて、 A さんはねまあ、お互い何も共通の話題がないと。で A さんがねちょっとねいろんなお話をしました。でも B さん知らないと、A さんと B さんがお話をしました。 B さんちょっと知ってると、あ、そうすると共通の話題になりますよね。そして A さんと B さんが一緒に出かけると、そうするとさらにですね、共通の話題が盛り上がります。あの時楽しかったねって思います。そしてお互いのことをお互いに、あんたこういうとこあるよとかね、こんなこと言い合いますとさらに関係が深まると言われています。いわゆるね夫婦喧嘩をしているときはまだいいんだってね、お互いが黙っちゃうと、まあ、離婚になる、こんなこともね、まあ、余計な話ですけども言われています。ということでお互いがお互いのことを知る、これもねオンラインになると閉ざされてしまいますから、むしろねオープンにそういう場を作った方がいいです。例えばどんなことがね、好きなのか、どんな食べ物が好きなのか、どんな趣味があるのかとかね、まあ、どんなことも結構なんで、ちょっとオープンに、ねまあ、言える範囲で結構なんですけども、そういう情報を共有されることでコミュニケーションは当然、まあ、この理屈から言いますと活発になります。これは課題1ですね。ちょっと今日は長いですよ。そしてね課題2、理論や方針の伝達の際ね、思いとか感情が伝わりにくいっていうのはね、これはそれはそうですよね。なんとなくね肌感覚で一緒の場所にいると感じるものもありますけども、あ今日熱入ってるなって感じますけど、ちょっとオンラインでね画面越しだとそういうことは難しいです。これもね場を意図的に作る必要があります。例えばテーマを決めたオンライン飲み会とかね、これ私ぜひおすすめなんですけども、これはリアルでもおすすめなんですが、会社のストーリーを語るとかね、社員自分自身仲間のストーリーをね語るっていうのはこれすごいね盛り上がるし、感情的にもね、あそうだったのっていう形になります。そして課題3、アイデア共有化できない、はいこれも対策、ネットで、掲示板で、設置しましょう。それからねオンラインプレゼント会議なんかも行うことがことです。はい、こういうような、ね、今ねネットでね、これどんどんペタペタ貼ってっていう共有化できるようなツールなんかも今出来上がってますので、こんなものをね、まあ、
まだまだ使っている方少ないと思いますけど、使ってみると意外とね、楽しくできると思います。離れているので相談しづらい、これもそうですね。対策、これ何かってことなんですかね。はい、オンラインでの文章力を高めるってことですね。やっぱりね、リアルの場で口頭で言うのと、それからオンラインと、だから書くっていうのもね、結構大変で時間もかかりますし、ね、少しね、伝わり方で感情ってなかなか伝わりないんで、メールがね、出始めた頃こんなことよくやりましたけどね、メールの研修なんかもやりましたけども、オンラインの文章力ちょっと違いますので高める必要があります。そして、画像だとかね、動画、情報量が多いものを活用するってことも有効だと思います。それからメールのレスポンスでコミュニケーションの時間的なギャップが生じる、これもありますよね。で、目の前にいたらちょっとこれでどうって言ったら、ね、すぐリアクションが返ってきますけども、メール送ったら全然返ってこないなと、こんなことが発生します。この時の対策何かっていうことなんですけどね、きちっとメールのレスポンスのガイドラインを作って徹するということが大事です。例えば1時間おきにね、必ずメールチェックするとかね、当然ですけども、このアラームの機能を使う、それから社員として今の、ね、活動をね、今どんな活動をしているかって、今グループやでも簡単にね、今誰が何やってるかって分かるようになりましたんで、そういうのを可視化するということも重要です。そして、ちょっとパソコンだっていうことだと時間がかかるということだと、もうスマの方でね、まあ、レスポンスすると、こんなこともね、併用されたらどうかと思います。それから情報共有が遅いと、こういうね、ことあります。こちらね、少なくても朝礼、場合によってはね、普段やらなくても、ね、中礼、それから修礼なんかを設けたりとか、あれ場合によってね、ツイッターのように気軽にね、まあつぶやける、コミュニケーションツールだとか、実際つぶやく習慣みたいなものもあってもいいんじゃないかなと思います。そしてニュアンスが伝わりにくい、これ対策何かってことですね。これさっきもね、ちょっとねありましたけども、やっぱりね、これね、絵文字だとかスタンプっていうのは伝わりますかね。これ一般意味論っていう世界なんですけども、そういう学問の世界なんですが、まあなんだかんだ言ってね、日本語、英語、いろいろありますけどもね、まあ、いずれにしても道具なわけですから、伝えるための道具なわけですから、まあ、こういうね、オンラインのオンラインにふさわしいね、伝え方っていうのを、これもね、慣れられたらいいんじゃないかというふうに思います。そしてメール、チャットにかかるですね、今、まあ、Zoom で、それから Teams、まあ、いろんなツールもありますし、まあ、場合によってはね、電話の方がいい場合もありますので、電話も活用するということになります。そして8番目、リアルよりオンライン会議は、のようにね、オンライン会議がうまくいかないと、これ対策ですね。これはね、1人じゃなくて、複数の場合ですね、まあ、事前に必ず議題を設定した方がいいと思います。そしてもう一つですね、私研修やってても、まあ、リアルよりもちょっと気をつけてることっていうのは、普通、まあ、リアルの研修の場合は6人でやるケースなんかも結構多いんですけど、3人とかね、まあ、多くても4人というふうに少人数にしてます。その方が沈黙の時間が少なくて、皆さん発言するようになりますので、これは普通の会議でもね、もしグループ分けしてまず話すっていうような場合は、あんまり大人数じゃなくて少人数に分けるってのも一つの方法じゃないかなと思います。9番目、会議の参加者の状況が分かんない。確かにそうですよね。これね、画面越しだと、ね、同じ部屋にいると大体分かりますけども、まあ、分からないと思いますね。これはですね、最初にちょっとだけ短い時間でスタート時に挨拶をね、ちょっとアピールみたいなのをね、少し行ってもいいんじゃないかと思います。それからこれ最初に設定した方がいいと思うんですけども、映像をね、必ずオンにするっていうことをもう規範にした方がいいと思いますね。まあ、これね、私お客様のところで研修やっててもですね、中にはもう画面消しちゃう、ビデオオフにしちゃうっていう方も結構いらっしゃるんですけども、これ会社でね、もうそれは根付いてるんだと思います。そうじゃなくて、会議の時は必ずオンにするって、こういう規範だとかルールはしっかり作った方が、まあ、もちろんね、リアルみたいにはいきませんけども、それでもね、全く声だけというよりもいいと思います。まあね、オンラインでのね、規範ができる前に先手打つということで、ビデオをオンにしないのが当たり前と、オフにするのが当たり前ってなっちゃう前にですね、もうガイドラインに設定しちゃった方がいいと思います。それから内容の理解がしづらい、これもありますよね。まずね、雑音とかハウジングが起きてね、ちょっと途中でね、なんかストレスになる時もあります。これはね、もう私はもう遠隔ツールマナーだというふうに思います。これは最低限もう事前にね、準備していく内容だと思います。それからオンラインコミュニティツールの機能を活用するということなんですけども、
オンラインツール機能だけ十分使いこなせていないのが私は現状じゃないかなと思います。今いろんなツールありますからね。それから課題11、指示が出しづらいってありますけども、背景をしっかり伝える、なんでっていうね、なぜなぜと、こういう理由でっていうね、ホワイを伝える、それから画面やねスクリーン画像なんかも活用されたらいいと思いますね。実はこれね、箱根の旅館で私もね前ここでよくね、ここちょっと進んだ旅館でね、非常に工夫がある旅館で、まあ、内藤さんというね、まあ、サービス工学で有名な方の、セミナーなんかここでよくやりましたよね。私も行きましたけども、ここはね何やってるかっていうと、普通この左側じゃないですか、お客様のご案内、実は全部動画にしちゃってるんです。これもね分かりやすいですよ。結構これね細かい文字をね読むよりもこちらの全然分かりやすいんで、スマホの方もうちの方はこちらでどうぞってやってるわけですね。これは社内でも使えると思います。それは日々朝に計画と夕方の実施、ね、振り返りね、これを行うところですね。これはですね、アクロクエストテクノロジーっていうね、まあ、日本で一番大切な会社大賞の審査員特別賞も受賞した会社なんですけども、新横浜にいますけどね、 IT の会社なんですけど、この4、ね、当日何やるかっていうことと、それから夕方何やったかっていうのはこれノートにしてやってるんですよね。これさすがにね、これアクロノートって言って実際市販もされてるんですけども、ネット上ではできませんので、ただ同じようなことはね、まあこんなに表現力は手書きのようには出ないかもしれませんけども、こんなことはまあされてもいいんじゃないかなと思います。進捗管理が難しい、確かにね仕事の進捗管理難しいですね。これはオンラインで今日のタスクを設定するんですけども、例えばですね、これは弊社でも使ってます。はい、チャットワーク、今日はね磯の愛の出発とかね、こういうふうに必ずタスクを入れて、それ完了と、終わったら完了すと。ただこれみんながやりますから、そうするとね、今日誰が何やってるかが全部分かって、どこまで進んだか大体分かりますね。ってことで、それから全体スケジュールをしっかり作って進捗を定期的に共有化すると。13番目、はい、課題13番目、評価が難しい、タスクの評価難しいですね。基準を設けると。それからワンオンワン、これをねワンワンミーティングってね、30分1ヶ月に1回やりましょうとかねありますけども、もうちょっと頻繁にやってもいいかなと思います。そして評価前後のね説明、リアルでも必要ですけども、こういう形で評価するんだよってことと、こういうふうに評価したんだよということをしっかりですね伝えることも重要です。そして社員のモチベーションが把握づらい、しづらいということなんですけども、まあ、把握する仕組みを作ったらいいと思いますし、例えばね、弊社でも社員幸福度調査をずっとね長いことやってますけども、こちらにねテレワーク用の質問書、質問項目を加えてほしいなんていうご依頼も最近多くなりました。あれ斜めのワンオンワン実施っていうのは、通常はですね上司と部下と、上司とメンバーなんですけども、そうじゃなくて他の部門の方とか同僚だとか、そちらのね斜めのワンオンワン、これも有効だと思います。場合によっては必要によって外部カウンセラーなんかも活用されてもいいんじゃないですか。一体感が作りづらい対策ですね。私これはリアルで時々集まった方がいいと思います。インターネットがね盛んになって、時ね、これ前何かの動画で上げたかもしれませんけども YouTube で、こういうねバーチャルマネジメントっていうのが、結構ね本も出ました、流行りました。私もね読みましたけども、世界中の人とね、つながって一緒に仕事ができるようになったんだけども、なかなかね、うまくいかないっていうケースがあると。どうしたらいいんだっていうことで、まあ、たくさんいろんなポイントを書いてみます。その一つがね、やっぱり半年に1回集まった方がいいとか、いうふうに、いろんなね、研究結果がありました。私も、ね、確かにね、1回集まっていくと、その後ね、オンラインでもね、まあ、結構ね、スムーズにいくなっていう経験はあります。もうホームページにその他、ほぼね、今オンラインで作ってます。1回2回ミーティングしますね、やっぱりね。ということで、ちょっと長くなりましたけど、15個もありましたから、今日のまとめです。まあ、適切なですねツールを絶えず探し求めて活用した方がいいと思います。先ほどあったようにね、画面上にね貼れるような、そういうねポストイットみたいにバン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 貼れるようなそういうツールもありますし、チャットワークのねタスク機能もありますし、いろんなのがいっぱい出てます。
そういうものをね、うまく活用することによってかなりですね、リアルに近づけることができるようになってます。これどんどんどん進んでますからね、ウォッチしておいて導入した方がいいと思います。そして他社事例を参考にですね、ベストプラクティスを見つけて自社流に構築し直すということも重要だと思います。やっぱりね、このいろんな世界っていうのは、この特に ICT の世界、これネットの世界っていうのは非常に動きが早いですから、他でどうやってうまくやってるのかなってことを絶えずね、情報収集された方がいいと思います。そして私これはね、最後にさっき15番目の時言いましたけども、バーチャルね、マネジメントの話にしましたけども、テレワークの基本ですけども、時々はリアルに会って、そして、まあ、お互い確かめ合うということも重要かなと思います。今日はね、たくさんありました。15の課題と対策ということで、テレワークの生産性向上を考えるということですね。私もですね、実際ですね、ここで今日お話したような内容っていうのは、特に3月、4月、5月はほとんど誰も会社に来ませんでしたから、まあ、これね、ICT が得意な方、そうじゃない方、いろんな方がいらっしゃって、どうしたらいいかなというね、考えました。まあ、本も見ましたしね、自分でもいろいろ、ツールも試しました。ということで、まだまだですね、私は正直言って、先ほどアメリカのデータと日本のデータで、やっぱりね、生産性が下がってるってありますけども、大きな要因として、慣れてないっていうことが一番大きな要因だと思います。まあね、アメリカの場合国土が広いですから、当然テレワークの方がね、移動時間がロスしますからっていうことがありましたんで、早く発達しましたけども、日本の場合はね、国土が狭いのですぐ移動できるということで、なかなかテレワークが定着しなかったですけど、まあ、コロナで当たり前になってね、もう急激にねやらざるを得なくなって、今当たり前にテレワークがされるようになりましたけど、まだまだ慣れてないということがありますので、この機会にね、もういろいろまあ、経験されて、そうするとね、必ず、まあ、これはニューノーマルなんて言われてますけども、まあ、当たり前の働き方になって、生産性も向上していくと思います。早くね、トライアンドエラーでいろいろやってみた方がいいと思います。ということで、お話をしました。まあ、こうしたね、まあ、場合によってはリクエストに応えてお話もしますし、それから経営学の基本、そして企業事例、ニュースになること、いろいろお話をしていきますので、ぜひ一緒に学びましょう。チャンネル登録、 LINE 登録よろしくお願いします。今日もどうもありがとうございました。